はい、GDY のアントニーです。よろしくお願いします。今日ご紹介するワインはですね、シャトーヌーフ・ドゥ・パフですね。鳳凰のワインと言われているシャトーヌーフ・ドゥ・パフ。こちらのですね、フランスのワインですけれども、ワイナリーがですね、クロドゥモン・オリベというね、ワイナリーで、ワイン名がシャトーヌーフ・ドゥ・パフ。ここね、ちょっとね、ル・プティモンってありますけれども、シャトーヌーフ・パフ、ル・プティモン。ヴィンテージが2013ですね。色なんですけれども、まあ、紫ですね。で、こちらですね、グルナッシュが95%で、シラが5%ということなので、そうですね、意外とグルナッシュが支配的ですけれども、エレガントな仕上げになっていますね。香りからいきます。香りはですね、こう、長寿であるとか、シナモン、それからですね、黒胡椒、まあ、ちょっとスパイシーな香りがね、オリエンタルな感じのスパイシーな感じが広がりますね。プラムみたいな香りもしますね。アタックはね、もう丸くて、もう今完全調和ですね。ちょうどいい感じです。バランスも最高ですし、アタックは丸みを帯びていて、少しね、ここにね、タンに残りますけれども、全体的に飲みやすいワインとなっています。先ほどの果実味と、それからですね、結構ボリューミーな感じですね。スパイシーな風味も広がっていきます。シャトーヌードパフね、ワイナリーによって多少違いますけれども、全体的には結構ボリュームが大きくって、複雑なワインは複雑になっています。これも複雑なワインですね。まあ10年ぐらい寝かせるとちょうどいいと思いますね。今ね、いい感じです。しかもこれコスパが良くってですね、確か5000円ぐらいで買えると思いますので、ぜひね、試してみてください。食事とね、合わせるとよりね、このシャトーヌーフ・パフの、豊かな果実味とこのボリューミーな感じがね、合うと思いますので、ぜひ試してみてください。他にもね、こういった動画ありますのでチェックしてください。失礼いたします。